どうも大阪の YouTuber 北村よしおみです。今ですね、阪神電車野田駅にいます。この野田駅からですね、阪神バスに乗ります。休日に1日1本だけ。かつてあった阪神北大阪線の廃線跡をこのバスで巡りたいと思います。通るルートは野田阪神前から淀川の南側を走り、中津を経由して天神橋筋6丁目まで行きます。簡単に路線図を書きました。オレンジ色が今の国道2号線を走っていた阪神国道線、そして青色がですね、阪神北大阪線、どちらも路面電車です。モータリゼーション、すなわち陸上輸送の主役が自動車に置き換わり、1975年昭和50年に阪神国道線、北大阪線ともに廃止となりました。北大阪線はまだその当時モータリゼーションの煽りはそれほど受けていませんでしたが、国道線を廃止にすると浜田車庫から車両を送り込むことができません。その煽りで廃止となりました。ウィキペディアよりこのような車両が阪神北大阪線では運行されておりました。そして野田駅の地上はですね、このような形で阪神電車の路面電車のターミナルになっておりました。かつての路面電車の乗り場は阪神バスと大阪シティバスのバスターミナルになっております。お待たせいたしました。ワイドご乗車ありがとうございます。このバスは中津から新神崎崎6丁目新宿行きでございます。次はエビでございます。ロータリー内一般車両の進入禁止。そりゃそうです。ここは阪神電鉄の敷地でございます。右側にですね、イオンとですね、阪神電鉄の本社を見ながら天神橋筋6丁目に向けて、かつての北大阪線を走るバス発車いたしました。今走ってるところもですね、かつての北大阪線の併用軌道です。人と車と、そして路面電車が走っていた道でございます。バスはサギス6丁目停留所ですが、ここでですね、阪神高速池田線、そして JR 神戸線、東海道線を下にくぐります。ここ塚本駅と大阪駅の間で駅間がかなり広いところです。おそらくここの走る阪神電鉄バス、阪神バス、大阪シティバスはですね、この辺のお客さんうまく拾えてるのでしょうかね。阪神北大阪線が専用軌道だった部分はこの辺りですね、梅田貨物線をオーバーパスする部分です。だから阪急神戸線と並走していた部分がこの辺だったということになります。そしてここ坂を降りてきて阪急電車のガードをくぐります。今度は JR 京都線の東海道線、大阪新大阪間の部分をアンダーパスしました。この辺りは、北区本庄。このようにして見てみると、ここかつて路面電車だった区間、併用軌道だった区間だったと言われると、確かにこう見るとね、そんな雰囲気は感じることができます。それでは天神橋筋6丁目交差点、ここが天神橋筋6丁目交差点です。そこを左に曲がったところがこの阪神バスのかつての北大阪線の代替路線の終点部分になります。はい、到着いたしました。この区間ですね、結構お客さん乗ってたので、なんかうまいこと活用できないものなのかなとは思いますが、このバス再び野田阪神前に戻っていきます。土日祝の一往復のみです。
それでは先ほどですね、阪神バスの野田阪神からの天神橋筋6丁目行きのバスをここ天神橋筋6丁目で降りました。そして前にある阪急オアシス、これだと見えるから、見えるな、大丈夫大丈夫、見えるな。この阪急オアシスがかつての阪急の天神橋筋6丁目駅、今はもう地下に入って境筋線に乗り入れております。ではですね、先ほど乗ってきた阪神バスの天神橋筋6丁目行き、かつての阪神北大阪線の道をまた今度は歩いて戻ってみたいと思います。今ですね、先ほどバスが通ってきた道、ここをかつて阪神北大阪線の併用軌道だったですね。でここにですね、本庄中通りというねバス停があります。はい、こちらがですね JR 京都線東海道線がオーバーパスするんですね、かつての阪神北大阪線を。結構にぎやかですね、やっぱ都本線、大阪駅近いだけにいろんな列車が行き交います。それではまだ進んでみましょう。はい、こちらがですね北のバス停です。でもちろんここにもね、北のという阪神北大阪線の電停停留所がありました。そしてですね、阪急北野線という路線もあり、ここで接続していました。ほんの一時期なんですけど、梅田茶屋町北野と阪急が走っておりまして、ちょうどですね阪急の京都線の線路に沿って阪急北野線があったと言われております。それではまた進んでみましょう。ここまっすぐ行ってみます。ちょうどここですね、阪急電車はこのようにトラスト橋の鉄橋がありますが、阪神北大阪線もですねトラスト橋の鉄橋がかかっていて、ここの部分だけは専用軌道でした。この専用軌道で梅田貨物線をオーバーパスしていました。この梅田貨物線、今はですね特急はるかや黒潮が走っているところ。そしてこちら方向には梅北新駅が今建設中で、そこにですね、南紀方面や関空方面の特急が止まるとされております。梅北地区、今こちら開発中です。こちらが阪急の中津駅です。かつての阪神北大阪線も中津の停留所で、この阪急神戸線、宝塚線と接続しておりました。ちょっとなんやかんやで夜が遅くなりました。ここで終わってもいいんだけども、明るい時間取り直そうか、このままね、野田阪神の駅まで行こうか、とりあえず野田阪神の駅まで行きたいと思います。でこの辺りも阪神北大阪線と道路の併用軌道区間で、ここにですね路面電車として阪神北大阪線が走っていました。それではちょっと野田駅まで向かいたいと思います。秋になってもうね、夜になったとはいえやっぱり歩くと暑いので、途中のファミナでお茶買いました。さて恵比寿停留所付近に来ました。なんか大阪シティバスの方がなんか豪華なバス停ですね。
でこちらが海老江停留所、次が野田阪神です。それではですね、阪神電鉄の野田駅に到着いたしました。阪神北大阪線のですね、廃線跡行きはですね、土休日に1本しかない天神橋筋6丁目駅の阪神バスに乗って行って、また天神橋筋6丁目からですね、阪神北大阪線の廃線跡を巡って阪神電鉄野田駅までやってきて帰ってまいりました。またですね、このような廃線跡を巡るというネタもお送りしていきます。いろんな鉄道のネタをお送りしていきますので、ぜひチャンネル登録してください。今回の動画面白ければ高評価、つまらなければ低評価、またいろんなコメントいただけると嬉しいです。どうもご視聴ありがとうございました。